いっぱいいますよ。もちろん稲葉さんもそうですし、まあその若手のね、タカ君とか、そのヒゲダンの方とか、宇多田さんとかね。宇多田さんとかね。はい。あとは、でも同時に、さて歌の技術が高い方もそうですけど、あの中島みゆきさんとか吉田拓郎さんみたいに、言葉が伝わる歌を歌えるっていうのもすごく羨ましく思いますね。そうですよね。もう言葉にたまたまメロディーがついてるみたいな、なんかリズムとか、うん